広島に原爆が投下されてあさってで78年となります。神戸市のギャラリーでは当時の被害の様子を伝える企画展が開かれています。瞬時に空が赤く燃え上がり、子どもたちが泣き叫んでいます。この絵は被爆者の体験談をもとに原爆投下直後の広島を描いた作品です。この企画展は神戸市原爆被害者の会が JR 神戸駅の地下街デュオ神戸で毎年開いているもので、被爆体験者の証言をもとに広島の高校生が描いた絵を中心に展示。凄まじい被害の様子を描写した作品は原爆投下から間もなく78年が経過する現在でも決して忘れてはいけない戦争や核兵器の恐ろしさを伝えています。78年も経ってくると戦争の悲惨さとか当時どうだったかっていうことをね、本当に知ってる人ってのはもう一握りといいますかね、ごくわずかなんですね。記憶をですね、やはりこういった形で呼び戻してもらうというかな、本当に自分のこととして考え直していただきたいなと。この企画展は今月8日まで開かれています。